アート・スピーゲルマンはアメリカ合衆国の漫画家、編集者。父親の収容所体験を擬人化したネズミに託して描いた作品マウスで知られる。アーサー・イザドール・スピーゲルマンはスウェーデンのストックホルムに父親はブラデック・スピーゲルマン、母親はアンジャザイル・バーバーグのポーランド系ユダヤ人の難民の家庭に生まれた。 1951年に移住してからは、ニューヨーク州クイーンズ区のレゴパーク地区に育ち、マインハッタンの美術高校を卒業した後、ハーパー大学に通った。この大学は卒業はしなかったが、彼は、この30年後に、ここで名誉博士号を受け取ることになる。またこの大学では、映画制作者のケニア・コブスの授業を聴講し、彼と信仰を持った。スピーゲルマンは、 ヤコブスの作品と彼の教えに大いに触発されたことを認めている。スピーゲルマンには彼が生まれる前に死んだリチューという兄がいた。リチューは第二次世界大戦の最中におばの家に預けられたのゲットーの方がソスノビエツのそれよりも安全だと考えたためであるがナチスがザビルチのゲットーから人々を国外追放し始めるとおばは彼女とリチュー そして彼女自身の娘とメイと共に、服毒自殺してしまった。マウス第一巻では、スピーゲルマンは、両親が、当時未だに、最初の息子の死を悲しんでいたことで、兄の写真に対し兄弟葛藤のようなものを覚えたと、述べている。マウスの第二巻は、リチューと、スピーゲルマンの娘、ナジャに捧げられている。1968年の冬。 スピーゲルマンは短いが強い神経衰弱の症状に悩まされたが、スピーゲルマンが精神病院から退院した後、彼の母親は自殺してしまう。1960年代から70年代にかけて、スピーゲルマンはアンダーグラウンドコミック運動の立役者であり、リアルパルプやヤングラスト、ビザールセックスなどの作品出版に貢献していた。 彼は二つの重要なコミックアンソロジーの出版社を共同で設立していた。一つは1970年代の初めにサンフランシスコでビル・グリフィスと共に作ったアーケードであり、もう一つは彼の妻でありアーティストであり、後にザ・ニューヨーカーの編集者となるフランソワー,ーズ・モーリーと共に1980年に建てたローである。 他の多くの革新的な作品とともに、ローはスピーゲルマンの両親がホロコーストから生き残ったストーリーを再現した作品マウスを刊行した。1986年に第1巻、1991年に第2巻が刊行されるとコミックのジャンルとしては前例のないほどの批評的な関心を呼び起こし、1992年に ニューヨーク近代美術館で展示会が開催され、ピューリッツァー賞の特別賞が与えられた。スピーゲルマンはまたより商業的な場でも活動していた。彼は18歳の時に歌子メーカーのトップスで研修生となった後、製品開発部門でライター兼アーティスト兼編集者として雇われた。20歳の時、スピーゲルマンはガーベッジキャンディの形をしたキャンディ、 プラスチックのゴミ箱のミニチュアに入れて売られたや、ワッキーパッケージのカードシリーズなど様々な新製品を生み出した。また漫画家のマークニューガーデンと共同で、ガーベッジペールキッズのステッカーやカードのシリーズを制作した。トップスには20年にわたり、クリエイターへ利益のパーセンテージを認める要求がされてきたが、マーベルコミックや、 DC コミックスがそれらの要求をしぶしぶ認めた後もトップスは拒否していたトップスの仕事を多数の漫画家の友人や学生に割り振ってきたスピーゲルマンはクリエイターの所有権について課題を残した1989年トップスはそれまでの数十年で蓄積してきたアートワークの原作をオークションにかけ利益を得た スピーゲルマンは1992年にディナ・ブラウンに雇われザ・ニューヨーカーで仕事をしたが2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の数ヶ月後に職を辞したスピーゲルマンとモーリーの手による同時多発テロ事件を扱ったザ・ニューヨーカーの表紙は広く評判を呼んだそれは一見すると全くの黒い画面なのだが よく見てみると、ワールドトレードセンターのシルエットだとわかる、というものであった。スピーゲルマンは、彼が、ザ・ニューヨーカーを辞職したのは、アメリカのメディア全体の従順主義に対する抗議の、ためだと述べている。彼は、ジョージ・ W ・ブッシュを強く批判しており、アメリカのメディアは、保守的で臆病になってしまったと主張している。2004年の9月、スピーゲルマンは、 消えたタワーの影の中で、を発表した。この作品で彼は、ツインタワーの自爆テロの際の体験と、精神的な後遺症とを結びつけている。また、20世紀初頭の新聞日曜版の、付録漫画の絵柄を縦横無人に引用し、また、本の後半にはそれらの漫画の復刻を掲載して、尊敬と愛情の念を示した。なお、現在でもスピーゲルマンは、 妻と二人の子供と共にニューヨークのロワー,ーサイドに暮らしている。またザ・バージニアク・オータリー・レビューでは彼の新しいシリーズであるポートレート・オブ・ザ・アーチストアズ・エイ・アング・パーセントを連載した。2005年タイム氏はスピーゲルマンを最も影響力ある人物100人の一人に選んだ。ハーパーズ・マガジン2006年6月号では彼はその年の初めに起こった。 ムハンマド風刺漫画掲載問題に関する記事を執筆した。少なくとも一社、カナダのインディゴのチェーン店が特にこの記事を問題にして販売を拒否した。血を描く、無法な漫画たちと、無法なアートドローイングブラッド、アウトレージアスカートゥーンズザーアートオブアウトレージと称するその記事では、己どうミえから、ジョージ・グロスまで、政治的な漫画によって、自身に、 深刻な事態を引き起こした画家たちの概説が含まれていた。この記事は人種的な偏見に基づく漫画を擁護しているように見えたためインディゴの怒りを買ったのである。2007年に放映されたザ・シンプソンズのエピソードハズバンズナイブズに本人役でゲスト出演を果たした。妻のフランソワーズ・モーリーと共に彼は ハードカバーの子供向けの漫画アンソロジーリトルリットを出版している。彼はまたモーリーの若者向けの新しい出版企画ザ・トゥーン・ブックスのアドバイザーである。客中、ありがとうございます。